クレヨンしんちゃん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回はホラー村で壊れた村というところに行ってみたいと思います。心地よい夢ご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで壊れた村に出発。はい、壊れた村に到着。ちょっと思った以上に今一瞬びっくりした夢の世界へようこそ。あなたは今壊れたという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは都の壊れたの世界をご堪能遊ばせ。そういう系統かそういう系統の村か。なるほど。あー、なるほどね。私の苦手なタイプの村ですねいやー、ちょっと待って、めっちゃでっかい顔があるんだけど。うわー、はい、1軒目。はぁ。1軒目の住人さんは、家の中かな？はぁ、よかった。家の中に入ってもドーンと顔があるかと思った。でもなんかこういうのってね、あれよね、ちょっと。あ、ほら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 、あるあるある。ねえ、ほら、あるよ。あ、でも、外に、あった絵に比べたら全然マシ。いやー、まあ私ここの村さ、あれなんやけど、村の中を歩き回りよる間中ずっと鳥肌が止まらないかもしれないんだけど。いやー。でも部屋の中自体は普通。まあなんか、こうね、部屋の至るところ、家の中の至るところに不気味な絵が飾られてあるっていう以外は普通な感じよね。音楽も明るい感じの音楽やし、まああまりにもピンクまみれっていうのもあれやけど。てか住人さんおらんね。外かな？なんかすごい騒がしそう。夜とかにこんな騒がしくして大丈夫なんだろうか。急に寂しげな部屋になったけど、こういう部屋に、こういう部屋のこういう絵はちょっと嫌よね。明るい雰囲気で不気味な絵がある分にはまだいいんやけど。そしてまあこれって別にさ、そのホラー村じゃなくっても普通に回転しよるものなんやけどさ。でもなんか、怖いよね。ホラー系の村でなんかこれが一人でにくる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 回りよる感じ、怖いよね。でもめっちゃなんか、キュッて。めっちゃ子供部屋って感じ。壊れた村ってあったけど、どうなんかな？ちょっと待って。むしろなんでこの音なの？なぜそんなのんきな音楽が流れているの？いやー、なんか家の至るところにあった不気味な絵が、床と壁にびっしりあるんですけど、そしてなんで砂嵐だよそれ。なんでそんなにテレビ眺めてるの？何も映ってないよ。しかも体包帯だらけなんだけど。この人は生きてるの？人間なの？一応なんか1階の感じとこの髪とでなんかバンドマンなんかなって感じはするけどね。さあちょっと住人さんを探そう。あー、外に出るの嫌だ。あー、ほら。あ、いた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 。さっき2階にいた人だよね。また身に覚えのないものがある。身に覚えのないもの？え？どれのことやろ？絵のこと？身に覚えのないもの。どこまでも続くこの絵。やだー。何これ？ん？これ何？うわ、あー、なるほど、そういうことね。そういうことね。じゃ、左部分だけが見えとったわけね。はい、そして、なんかこう、いろんな種類の絵がありそうで嫌やな。
はい、2軒目の家。なんかこの辺り絵がなくなったね。急になくなるのもまた不気味な。え、何？暗いんだけど、この家。お邪魔します。はぁ、嫌な感じ。図書室だよ、図書室。え？何？何の音？こういうところさ、回転させていくのめっちゃ嫌なんですけど。めっちゃ嫌なんですけど。あ、1個だけじゃなくて2個あるんやね、これ。あ、なんか、一番向こう側になんか絵ない絵。なにこれ、なにこれ、なにこれ、椅子？あ、あれの音か。なるほど。なに？あれで遊んでるの、あの人は。なんかここに絵があるよ、なんか。何の絵？なに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 、目？これ例の眉間の部分やない。目と目の間やろ。ちょ、一瞬何が書かれてあるのか全く皮かと思った、普通に。普通ではないけど。え、これ絶対回転させたらやばいやつやん。何？あー、ちょっと待って、こっち進まんかったら見えんタイプね。うわー、もう、ほら、何これ、ピエロ？ピエロではない？逆にさ、全体が映ってるよりこっちの方が不気味なんやけど。私、一瞬さ、こうなんか、陸と陸があって、なんか川が合わさっとる部分かなって思ったんやけど、これ多分、目と目の間よね。なんなの？なんでそんな不気味な絵ばっかりあるの？あれ待って、これ、家出たよね、今。ちょ、待って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 、ここ2階があったんじゃない？うわ、びっくりした。何？どこから、え、いた？君。え、さっきいた？すべてを終わらせてしまいたい。どういうこと？何を終わらせるの？ちょ、とりあえず、2階へ。ん？これは、青いチューリップかな？な、こっちから見たら、ん？白？白かな？白か青か。ん？青？わからん。青かな。なんなんやろ。すべてを終わらせてしまいたい。いや、青っぽい感じするな。青いチューリップの花言葉って何やったっけ？関係ないんかな、そういうの。なんかありそうじゃない？こういうところって。どこにおったんやろな、さっきの人。ねえ、なんか急に現れたんやけど。とりあえず、ここは、これだけっぽいね。え、でもあれか。青いチューリップ？青いチューリップの花言葉っていうか、現実に青いチューリップってないよね。え、ってことは何なんやろ？白？白やとしたら、実らない恋とかそういうことなんやけど、どうなんだろう。何？君、探偵みたいな格好してる。探偵っていうか、刑事さん？常に監視されている。あ、この人村長さんね。黒木かや子さん。かや子って聞いたらめっちゃ呪音が思い浮かぶんやけど。まあ、あの、名字は違っとった気がするけど。常に監視されているっていうのは誰に？お邪魔します。ここも暗いな。うわ、めっちゃ監視されとるやん、やば。監視カメラの数。え、てか、どうした？なんか椅子だらけなんやけど。うわ、やば。もしかして、四方八方を。こっち側そうでもなかったけど、でもめっちゃ監視されてる。そしてこの絵は何？ん？女の人の絵かな？なんかっぽい感じやね。なんでこんな不気味な家なの？どうしたの？なんかね、怪しげな、え？怪しげな薬も作りよるみたいやし。ストーカー？ストーカーに追われています。ストーカーに追われています。助けてください。ストーカーに追われています。助けてください。やって。これは一体何を、え、これは絵じゃない？ほら、一階というかさっきリビングにあった絵と一緒や。ストーカーに追われています。助けてください。これは誰のメッセージ？さっきのかやこさんのメッセージかな？これどういう状態なんやろ？これ、さっきのこの女の人の絵がかやこさんで、これがなんか、見られてる、見張られてるみたいなのを表現してるってこと？
ほら、なんかこの辺入り口にさ、薬がめっちゃ落ちとんやけど、これ多分ここで作ったやつなんじゃない？奥にキッチンとかもちゃんとあるけど。はい、そして奥の部屋へ。あ、かやこさんや。ここはでもまあ、ね、さっきの家に比べたら、明るくはある。あ、これ真ん中になんか。ああ、なるほど。普通に水の緑があるだけやね。奥の方になんかあったりするんかな。ん？あれ？行き止まり？え？ここなんか置かれてる？ああ、なんか、胸像が置かれとんか。え？絵がある。クレヨンしんちゃん？でもなんか目がめっちゃ、なんか、黒い液体が、これより奥は何もないんかな。あれは何を示しとるんやろ。ね、しんちゃん。しんちゃんがひどい目に。はい、そして、右側の部屋へ。あ、なんかめっちゃいっぱい薬、あ、なんかの実験？女の人の絵や。なんて書いとんあれ。閉鎖病棟？閉鎖病棟って書いとるね。何かしらの薬を使った実験をここでやりよるみたいな感じなんかな。で、なんか、その薬を使うことによって、なんかどういう感じになるんかっていうのを、こう監視されとるってこと？かやこさんが、ってことよね。あの人が、対象？そして、2階へ。あ、もはや外にあったこの絵もあんまり不気味に見えなくなっ、何？怖いんだけど。ん？同じ人が2人。クローンを作り出しうるわけじゃないよね。どういうことなんやろ。ストーカーが自分の真似をしてきとるとかそういう。そして地下へ。え？うわ、なんか部屋中のいろんな家具が全部女の人の顔なんだけど。いやー、気が狂いそう。そして何よりテルミンの音が嫌いです。めちゃくちゃ嫌いです。なんかパッと入った瞬間はさ、え、めっちゃ普通にいい感じの和室やんって思ったんやけど、全然違った。あの女の人は誰なの？なんなんやろうね。あれがストーカー？ねえ、どういうことなの？なぜあんなに見張られてるの？あの女の人の絵にも見張られとるような感じよね。あ、なんかめっちゃ綺麗。花だらけになったよ、急に。でもなんか、ここにね、火があるっていうのが、なんなんやろ。え？もしかして死んだ？なんか急に、びっくりするやん、やめてや。なんか急にね、天国のような場所にはなったけど、でも相変わらず家の中は暗い。え、でもめっちゃ綺麗。なんで明るくしないの？ほら、めっちゃお嬢様の家やん。どうしたん？なんか、ハッピーエンドみたいな感じやけど。音楽が。え、なに？何この絵。何の絵かがよくわからん。女の子が描かれとんかな、これ。こっち側さ、なんか文字書かれてない？気のせいかな？なんかさ、右端の方に文字が書かれてるような気がするんやけど、見えんのよね。読める？みんな。ちょっと、暗くてわからねえ。電気ないよね。ないな。後で動画で見たらきっちり見えるんかな？え？何？殺した？誰か殺したの？え？
この家のお嬢様ですよね。ね、なんかいいとこのお嬢様みたいな感じだけど、服装的に。何？その斧、どうしたの？どこから持ってきたの？一応あれか、別に平和になったとかそういうわけじゃなくって、お金持ちの家の周りやけん、花とかがいろいろ植わって、綺麗な感じにはなっとるっていうことなんかな。お金だ、お金。ふわー、そして、ね、上下左右に、たくさんの顔。何ここ、金庫？でも金庫にしては別に札束があるとかいうわけでもないんよね。強盗に入られたりとかしたんかな。正当防衛で殺したみたいな。そういえばここの家の人は？ここの家の住人さんはいらっしゃらないんでしょうか。あっち側に行ったら巨大な顔があるっていうことをちょっとよく頭に入れておかないと、またしてもびっくりしそうな気がするから。でも頭に入れといてもびっくりする気がする。あ、いた！ちょ、そんなとこにいないでよ、顔が見えるやんか。あ、2階にいた子。いつも私だけ仲間外れ。え、なんなんやろ。なんか一応お金持ちのお嬢様やけど、不遇な扱いを受けうるってことなんかな。もしかしたらほら、あれかもしれん。もらわれてきた子なんかもしれん。で、私の中のちょっと勝手な想像。村外れに何かあるかと思ったけど別にないね。待って、私あの広場に帰るのめちゃくちゃ嫌なんだけど。あの広場に帰るのめちゃくちゃ嫌なんだけど。でもやっぱりこのね、お金持ちの女の子の家の周りはちゃんと綺麗な感じにはなっとんやね。なんなんやろ、家族内でハブられとるってこと？めっちゃ悲しいやん。でもお金持ちとかならそういうのありそうな感じする。もうなんかさ、今になったらこの最初の、これ？この顔がそこまで不気味にも見えなくなってくるっていうこの不思議。慣れって怖いね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。壊れた村、それぞれの家が何かしらこう破綻しとるみたいな感じ？そういう人たちが集まっとる村っていうことなんかな？